あ、音聞こえる？音聞こえる？風がやっば。あ、エデンいらっしゃい。風船ありがとう。風やっば。台風じゃん、台風。カメラすっ飛ぶな。パソコンとカメラすっ飛ぶわ。やっば。風呂上がりです。どうも。髪の毛も切りたいな。すごいね今日風。東京台風だよ。風やばいね。こんなことになってると思わなかったわ。なんか風で電車止まったりしてるらしいよ。気をつけないと、これすっ飛ぶな、パソコン。天気めちゃめちゃいいな。あ、花粉もすげえな。オーディオブランドいらっしゃい。花粉もやべえ。髪の毛どんな感じにしようかな。もうもさったいからさ、バッサリ切っていい。バッサリスポーツ狩りにしていいですか、皆さん。バッサリ切ろう。散髪っていうかね、メインはあのメガネ、この前メガネ作ったの、前かけてたメガネがあるんだけど、それがレンズが合わなくなったから色付きのメガネにしたの、丸メガネを。いや、昔のねクラシックなスタイルに戻したの。前はねずっとサングラスみたいなメガネしてたんだけど、で髪の毛切ろうかなと思ってんだよね。1000円カットでいっか。バッサリ短くしよう。今日のテーマは散髪とメガネです。それをつけてっつってんで、なんでバラで入れようとしてんだよ、バカだな。もう負けたでしょ、ついてるのか。
い今日の風。こんにちは、ヘルニアさんいらっしゃい。すごいよ、数が半端じゃない。アミいらっしゃい。アミ、そのサムネいいね。ハートありがとう、アミ、いつもありがとうね。髪の毛どうしようかな。サイドがもう伸びきってるから、とりあえずサイドをバッツリ切りたいね。伸びすぎ、単発にしようかな。すごいよ数が。サボってんの？乗車者、乗車者いらっしゃい。お仕事サボり中？単発どうかな。単発それとも伸ばす？すっぴんかわいいじゃん。すっぴんかわいいよ。ボリューム伸ばすためにボリューム取るか、それともバッツリ短くするか、どっちがいいかな。エデンさんも髪切んの？あとヒゲの形少し変えた。ここ剃るようにした。ここの間を作った。ヒゲどう？似合う？ここなくしたんだ。ここ繋がってたのなくしたんだよね。バンドメンバー美容師なんだ。いいな。どうしようかね。あー、それ言ってあげた方がいいね。仲間のね、美容師ね、すごいじゃん。バンドやってるんだ、エデンさん。困っちゃうね、そういうのね。風で音うるさいでしょ。大丈夫？聞き取れる？台風並みに風がすごいよ、今日は。大丈夫。ごめんね、もうこればっかりは天候だから。声ははっきり聞き取れる。風がバホバホ言うんだろうね、多分ね。佐田さんこんにちは。こればっかりはもう神様だから、天候の神様のことだから。おい、信号機の中の人いらっしゃい。来てくれてありがとう。
都合じゃないかんね。はっきり聞き取れてる。ガクって言って勝手に小川由紀さんが表示された。ごめんごめん小川由紀さん何の関係もないよこの放送と。風やば。いや台風どころかほんとパソコンが折れたの今。小川さん出てきたね。笑うわ。危ねえ。ノートパソコン吹っ飛ぶところだったよ。笑うわ。外配信あんまり見たことない。新宿です。今どうも新宿です。今ね西新宿って言って高層ビルとかホテルとかがあるエリア。今真後ろがヒルトンホテルだね。高層ビル群です。おいちょめちょめいらっしゃい。おい、一郎さんいつもありがとう。バカありがとう。ブラックジャックヘアーつうか片方金髪、ハーフだね。今風であれだけど半分金髪、半分黒で、今。で髪を短くしようか伸ばそうか迷ってる。要は、軽くしてもらうか、ついて軽くしてもらうか、それともバッツリ単発にするか。さあ、みんなの意見求めてるんだけど、みんなはどっちでもいいって感じらしいよ。おい、渡辺さんいらっしゃい。風船ありがとう。うお、風が。風が半端じゃない。え、今、首都は何色なの？黒髪好きだよ俺。女の人の黒髪大好きだ。おマチルダいらっしゃい。丸メガネはどっちだろうな。とりあえずメガネ先に受け取ってからにつくか。マチルダいらっしゃい。どっちがいいかね。この新しいヒゲありかもな。この新しいヒゲ結構良くない？バカありがとう。ここをなくしただけなんだけど、ここ繋がってたのね。雰囲気だいぶ変わるね。清潔感出るね。ちょっとワイルドな感じになったでしょ、ここ。このヒゲいいな。そうなんだ。生まれつきなんだ。たまにいるよね、色素薄い子ね。これいいね、このヒゲね。そう、ヒゲ剃ったの。あの旅でヒゲ剃れなかったから、この辺剃って、でここをねちょっとキュッて開けたの。ヒゲつながってない。これいいね、このヒゲね。今度からこれにするわ、固定化するわ。
似合ってる。このヒゲは当たりだよ。ヒゲってね、印象だいぶ変わるから大事なんだよ。清潔感ないと女の人に嫌われるし、清潔感ないヒゲは俺もダメだと思ってる。ヒゲは毎日手入れしないと。すげえな風。そうなんですよね、俺も2ブロックずっとやってんだけど、メガネ男子だからね、ヒゲメガネだから。デカなしたいんだよね、デカ。なんか今の髪型がすごい、ただ顔するわけじゃなくて、なんかハゲを隠してるみたいですごい。俺は堂々とハゲを出していきたいタイプなんだよね。ハゲ隠しっぽくない今の髪型。ハゲを隠すのが一番ダサいハゲだと思ってて、俺は全然全開でいきたいんだよね。ハゲのロン毛ほどダサいものないかんね。切るか、がっつり切るか。花粉もやべえな。オールバック、オールバックたまにやるっつうかね、最近ジェルがめんどくさくて、長すぎてオールバックジェルの量が多いからめんどくさい。バッツリ切るわ。生活保護完全マニュアルの時とかセットするけどね。ソフトモヒカンとかもいいかもね。やってみる？ソフモヒにする？強風半端じゃないよ。東京やばい今日。ソフモヒにする？ソフモヒ。ソフモヒ何年ぶりだろうな。ソフモヒ一回だけやったことある。10代の頃だよ。ハードっていう髪型あんの？ハード。ハードってなんだろう。ハードモヒカン？ハードモヒカンはずっとハードモヒカンだよ。何回もやってる。っていうかずっと10代の頃ハードモヒカンだから、ソフモヒとか嫌いだったもん。ハードモヒカンっていうか、あれがモヒカンだからね。モヒカンってもともと軍人とかね、インディアンとかやって、戦闘民族がやってたあの髪型の、軍人とかがやってた髪型。なんでかっていうと、あれヘルメットつけるために、蒸れないためにやってたんだよ。だからサムライヘアーとかもそういう理由じゃん。頭をクッションにして涼しくな、横を涼しくなるようにモヒカンにしてた。ヒトラさんいつもありがとう、風船ありがとう。そうだね、パンクスだね。アドさん、あ、そうなの？渡辺さんずっと潜って見てくれてたの？おい、ヤンコロいらっしゃい。
わたあめさんにキスを、ね、髪どうしよっかね。マキシマムザホルモンのりょうくんみたいにこの辺編み込みとかしたいの。この辺から三つ編みとかで出したいの。風やばいよ。東京台風状態。花粉と風がね、すごいやばい。昔からっていうのはどれくらいなんだろう。ニコ生時代かな。髪の毛切りに行こうかなと思ってる。あとメガネを取り行くね。この前あののんちゃん外配信やった時、メガネを作ったの。でもう完成してるっていうから、メガネをね作ってるのを取り行く。ニコ生から見てくれてたんだ、わたあめ。ありがとう。髪どうしよう。風がすげえ。TM レボリューション。古いって。川さんね。おお、ヤノラッキーいらっしゃい。おー、カトランいらっしゃい。ごめんね、今日手ぶれすごいけど俺のせいじゃないから、カツのせいだから。やばいね。なんか美容師のリスナー欲しいな。和道専属美容師欲しいんだけど、誰かいねえかな美容師。前髪ある方がいいかな。じゃあなんかね、ハゲを隠してるみたいで嫌なんだよね。前髪あり？前髪っつうかもう頭頂部から持ってきてるからね。前髪じゃないんだよね。でもなんかハゲを隠してるみたい。
らいで嫌なんだよね。アシンメドリー、前はだから片方坊主片方ロングにしてたけど、ハゲを隠したくない。前髪ある方がいいの？女の人、嘘、前髪あった方がいいの？じゃあハゲを隠してるっぽくなっちゃったの。前の美容師がそうやって作っちゃったんだよ。これは俺が意図的にこうしてくれって言ってるわけじゃないから、お任せで作ってんだよ毎回。いやだからハゲてるからうるせえなこいつらよ。ハゲって言葉に反応すんじゃねえよ。どんだけハゲ好きなんだよお前ら。あやべ、タバコ忘れた。前髪ある方がいい。なくてもいいよね。捨て頃の時の写真とかデコ出してたじゃん。捨て頃の写真とか、まあ、タバコ忘れたのでかいな。ああ、その説はあるかもね。でも確かにね、髪の毛前髪ある方がいいっていう人多かったんだよね。捨て頃の時みたい。いや、俺はね、違うね、頭を立たせたいのよ。ツンツンにしたいの、ジェルで。だけど、もう長すぎて立たないんだよね。これそもそも安定しない。おでこ広いんじゃなくて、ハゲてんの。ツンツン似合うでしょ。パンクロック、そう。歌舞伎町着いたわ。歌舞伎町じゃないや。アルタ前。じゃあ一回もうメガネ屋さんの前着いたからさ、メガネ取って髪の毛切ってそっから放送再開でいいかな。メガネを受け取って髪の毛切ってで、また帰り散歩配信やるよ。そんな感じで行きましょう。じゃあまた1時間後ぐらいに会いましょう。お疲れ。